続いては塚田ゆずみさんによります作品名カラスの低空飛行防止ミストのプレゼンテーションです。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。私はカラスの低空飛行防止ミストについて発表します。私は毎朝6時に起きて雨にも負けず風にも負けず一輪車で散歩をするのがルーティーンです。しかし散歩をしていて困っていることがあります。それはカラスが低空飛行してくることです。カラスの低空飛行のスピードはとても速く一輪車のバランスを崩しそうになってしまいます。また通勤している人もゴミの日にカラスがいて怖がっているようです。ゴミ出し担当者のお父さんらしき人物がゴミを出しづらそうでした。お父さんでも困っているんだかなと思って見ていました。そしてカラスに襲われるのではないか、カラスに頭をつつかれて怪我をする恐怖でとても怖いなと感じている人が多いことに気づきました。またゴミステーションでカラスがゴミを荒らし、ゴミが散らかって通れないこともありました。街が汚くなり、それを誰かが片付けているのも問題です。私はカラスによるゴミの散らかりや片付ける人の負担を減らし、より良い住みやすい手助けになったらいいなと願っています。ある日雨の日に散歩をしていると、ゴミの日でもカラスがいなかったのです。私はおやおやと思ったのです。何か水と関係するのではないかとひらめきました。鳥は羽が重くなると外に出てきません。羽が重くなると飛びにくいのかなと思いました。ミストでカラスを優しく退治し、カラスを怖がらせないことができるのではないかと考えました。人がカラスに近づかないで自然にカラスが嫌がる状況を作ることで、カラスと共存することがポイントではないでしょうか。それでは私のアイデアを具体的に説明していきましょう。まずゴミステーションにミスト発生器をセットします。ゴミステーションのパトロールもついでにしちゃいます。いつも私の住む町はきれいになります。高いところからミストを出すためにドローン技術を使います。つまりドローン技術センサーミスト発生器です。このドローンはセンサーもついています。センサーは色、鳴き声、大きさ、速さなどでカラスを認識します。ミストの水はドローンから出てきます。ミストだと水の量も少なく済むこともポイントの一つです。しかしミストが人にミストがかかったら大変なので、スピーカーからと音声で注意をしてくれます。はじめは緑のカーテンを作り、それにミストを出す仕組みがいいかなと思いましたが、高さが足りない、水道が必要でなかなか難しいと思いました。そこでミスト発生器を宙に浮かばせることができたらいいなと思いました。かなり強い風や磁石の力が必要で難しいので、残念ながら諦めました。やはりドローン技術を使うことができないかなと考えます。この技術でミストを出してカラスの翼を鳴らし、カラスの方が嫌になってゴミステーションには来ない状況作りを目指します。そしてさらにミストの後は虹が出るサプライズ、虹は映像で構いません。虹に見えることが大事です。虹が出て綺麗で住みやすい魂で心を癒されてみてはどうですか。以上が私のアイディアです。ありがとうございました。はい、ゆずみさんありがとうございました。ミストでカラスを優しく退治っていうところに、ゆずみさんの生き物への思いやりを感じました。
さあではですね、実行委員の斉藤様と仙崎様からコメントをいただきたいと思います。斉藤様、まずはよろしくお願いいたします。発表ありがとうございました。とてもね、動きもあって音もあって、見ていたこちらすごい楽しくなるような発表だと思います。私事なんですけど、私の息子もですね、小さい頃はカラスに頭をつつかれて、それ以来カラスを見ると近づけないっていう風になっちゃいました。で、そういった子も結構多いと思うんですね。そこでやはりゴミ捨て場とカラス、そこら辺のを近づけさせないっていうのはですね、カラスの本来の姿にもなると思うので、とてもいい発明だなと。あと私朝車乗るんですけど、そのゴミステーションから持ち出したゴミ袋をですね、道路に引きずってきて、対向車がですねそれを避けようとしてぶつかりそうになったこともあるんですね。もしかしたらそういったところで交通事故も、起きてるかもしれませんので、ちょっとここら辺は予想の範囲なんですけれども、そういったところでも交通事故の予防にもなるのかもしれないです、ね。とてもすごい、いい目の付けどころだなと思いました。あとちょっと一つだけ、虹、最後、出てすごい、ちょっと汚らしい、イメージのゴミステーションがですね、綺麗な心安らぐ場所になると思うんですけど、そこにこだわりってやっぱりあったりするんですか。虹が出るという、自分が虹が好きだし、なんかコロナの看板とかで虹のマークがあるじゃないですか。そこから虹がいいかなって思って虹にしたんです。ありがとうございます。とてもね、気持ちがすごい優しいなって分かります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いて仙崎様、いかがでしょう。お疲れ様でした。ポイントレーザーやその文字の効果や音もあり、発音のタイミングもいろいろご自分で工夫されてたんじゃないかなと聞きながら思いました。いろいろ工夫されているということは実感して、すごい頑張られたなというのが分かったプレゼンでした。内容としても雨が降った時にカラスがいないという一つの、出来事から仮説を立てて、そこから発明、今回の発明につながっているというのは、もう科学者のような発想で、これから科学者になられるんじゃないかなって、ちょっと心の中に思っておりました。その中で、普通であれば、動物が、鹿や猿やっていろいろな動物の害が、いろいろニュースになっている中で、ついつい、駆逐したり、除外したりというようなことをされている中で、カラスとも共存をしていこうというところに、この発明というか、津田さんの優しさが出ているんじゃないのかなというのは、とても感動しました。ちょっと想像をしてみたんですけれども、ここでちょっと伺いしたかったのが、ミストっていうのはどれぐらいのミスト、雨に近いものなのか、それとも優しい、本当に霧吹きのようなものなのか、ちょっとそこのイメージだけちょっと教えていただければなと思います。霧吹きっぽい感じかなって思います。その霧吹きでどれぐらいが効果が出るかっていうのを今後実験とかできたら楽しいなと思いましたので、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっと実現に向けてさらに頑張っていただけたら嬉しいなと思います。塚田ゆずみさんのプレゼンテーションでした。ありがとうございました。